平野史洋神宮寺ゆ太岸優太、彼らがナンバー、イで投げかけたカウンター、ゴート、徹底考察。平野史洋、神宮寺ゆ太、岸優太からなるナンバー、イが、1月1日にデビューシングル、ゴートを配信リリースした。画像、ナンバー、イ、ゴート、MV 公開から2日で1000万回再生を突破。楽曲を聴いて最初に思ったことは大きく2つ。まずは、お帰りなさい、約7ヶ月。 三人の歌声が聴ける日を待っていた。そしてもう一つは、彼らがここからアーティストとして世界へ羽ばたいていくであろうこと。ナンバー、愛の音楽活動が始まることを多くの人が楽しみにしていただろうし、すでに期待は大きく膨らんでいたと思う。ゴートはそんな高まった期待値を遥かに超え、いい意味で予想を裏切ってきた。春、ファイブニューオールド、MONJOE、e、DATS、プコーリ。 ODD Footworks が作詞、作曲、編曲を担当した、全編ラップの HIPHOP ソング。グループ結成時の YouTube 制配信で、神宮寺が曲から知ってナンバー、愛のファンになってくれたら嬉しいという胸の発言をしていたことを思い出す。3人の低音ボイスに攻撃的なサウンド。予備知識なしで聴いたら、これ、誰が歌っているんだろうと感じそうな、今までの3人のパブリックイメージを覆す楽曲だ。 なぜ彼らはデビュー曲にゴートを選んだのか。タイトルのゴートとはグレーテストオブオールタイムの略であり、最高到達点や史上最高を意味するスラングだ。一曲目で最高到達点と歌うあたりに今の彼らが詰まっているように思えるし、こだわり抜いた作品であることが伝わってくる。歌詞を見ていくと、君の前で夢叶える、B 未知の領域までフライト。 これから大きな夢を叶えていくという意思が込められているように思う。付け加えれば、1月1日よりリリース日に選んだ点にも、1という数字、ナンバーワンやオンリーワンへの思いが感じられる。楽曲リリースと同時に、小玉雄一が監督を務めた MV も公開された。洋画のようなスケール感に驚かされる一方で、スピーカーの音量段階が、グレート、GREATER、GREATEST、e e e、になっていたり、 三匹のヤギ、イコール、ゴートの絵画が飾られていたりと、細かい仕掛けも光っていて、隅々まで目を向けたくなる内容である。MV の冒頭、撮影スタジオのような場所でカメラの前に立つ三人、崩れかけている建物や、続くシーンで廊下に押しかけている記者たちは、間違いだらけの世界を表しているようにも思える。特に印象的なのは、2分34秒あたりからの逆再生の演出だ。映像が巻き戻されることで、 冒頭からここまでの時系列が逆転していたことが示唆される。三人の服装に注目していくと、逆再生が始まる直前は、平野がピンク、騎士が黄緑、神宮寺がカラフルと派手な装いだ。そんな着飾られた自分たちから、間違いじゃないこれが俺の、アンサーと答えを見つけた際に、白い服装へと変わる、ええ、が表示されるのが1分11秒なのもポイントだろう。 その一つ前の店内のシーンは、売り物のように価値を測られることの例えかもしれない。監視カメラで見張られる窮屈な状況を抜け出し、廊下のシーンに戻ってきた3人は黒を基調とした服を着ている。これは、何にも染まらないという意味にも捉えられるし、冒頭に押しかけていた記者たちが石像に変わっているのも、周りを気にせず自分の答えを信じていくことを表現しているように思える。ゴートという作品全体を通して宣言したナンバー。 愛の使命とは、世間から求められていることを素直にそのままやるのではなく、自分たちが挑戦したいことや輝けるものを突き詰めて、自ら答えを出して前に進む。そうして周囲に新しい自分たちを見せていくことを、ゴートという作品全体を通して彼らは宣言する意図があったのではないか。曲中で彼らは、俺らについてくりゃ見せてやる、ニューワールドと歌い、間違いじゃないこれが俺のアンサーと結論付けた。 間違いだらけの世界に別れを告げ、自分たちが時代を背負い、そこに全員連れていく。それこそが彼らがやりたかったことであり、ナンバー、愛というグループに彼ら自身が感じている使命なのではないかと思う。1月8日にはダンスパフォーマンス MV が公開されたが、ここでも彼らの迫力のあるパフォーマンスを堪能できる。3人の意志乱れぬ動きやダイナミックな表現、激しく動いても崩れない三角形のフォーメーションが美しい。 愛、傘や金屏部など、セットがテイストなのは、日本から世界へ届けていくことを意識しているのだろう。2024年1月1日、世界へ羽ばたいていくためのスタートを切ったナンバー、愛、挑戦し続ける3人の新たな出発に寄せて、愛、愛を込めて、行ってらっしゃい。金沢真由。